はい、忍たまラーメン、はい、やっぱり普通の2倍3倍こんな感じね。これね、すごいよね、ね、新鮮じゃない、先進国じゃね、ね、進んでるよね。今何時ぐらい、6時になるの。フードメニューね、ここでゆっくり見れるからね、これでゆっくり見れるからね、食券の購入とかね、書いてあるし、ここね、なんか冷やし中華なかったのよ。うんね、あれ、いらっしゃいませ、だってね、こうこういうの、私は札幌味噌ラーメンの餃子セット食べましたね。ね、ちょっとね、今日はね、動いたんで、これやりました。相方が麺大盛り10円ね、はい、定食メニューあるから、ここにスタミナ丼ね、スタミナ丼、生姜焼きで、この間生姜焼き食べました。忍たまラーメンって侮れないね、ほんと美味しいよ。うん、美味しかった。昔はなんか別に何とも思ってなかったんだけど、うん、冷やし中華ないのかしらね。冷やし担々麺っていうのあったの。あ、すいません、はい、ここにあの普通の冷やし中華っていうのはなかったんですか。ないんです。あ、やっぱりないんですね、です店によってね、うん、あとあの10円の麺大盛りっていうのは、うん、普通の麺より 1.5 倍ぐらい、 2倍じゃないですよね、麺大盛りって、うん、1人前半、1人半前半ね、通常が1人前半なんですよ、うん、それで10円で、うん、あのプラス10円で大盛りにしていきます、うんうん、その大盛りっていうのは、あの 全体からすると、じゃあ普通の麺だったら2倍ぐらいなんですかね。あ、2倍じゃないです、だから1個半です。あ、1個半ね、うん、すいません、そうで、うん、はい、わかりました、はい、お腹いっぱいです、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。暑っ、外すごい暑いです。8月のお盆前ね、2024年、これね、ここだんだんお客さん増えてきました。私たち入ったのはね、5時過ぎ。8月中はあのさっき店長さんに聞いたんですけど、店長さんっていうか作ってる人ね、麺大盛りっていうのは普通の1人前あのかけるあの 1.5 倍だって。だから2倍じゃないんだね、 0.5 倍だね。忍たまラーメンさん、ごちそうさまでした。美味しかったです。終わり。